よろしくお願いします。アウェーだ。ここが一番楽そうだったから入部届出しちゃったけど。失礼します。いい人だ。親近感湧くな。ノルマは月で5人食え。成績発表もすっから頑張って腰振るなり舐めるなりしてちょうだいってわけ。俺トーマー、かやっちゃんなら抱けるかも。俺は一体何を。そっか。その好きとかそういうのじゃん。天使じゃないですか。天使カシマ。今撮った。つーか、なんで知ってんの。だってこの前プリン…なんだろう。カシマって本当にいいやつだ。やっちゃんの好きな人っていうのは正直面白くないけど、なんかあの二人似てるかも。なんでかな、よくわかんねえけど。だーまの中間テスト期間から帰る。もうダメだ、こんなの死んだ方がマシ。待ってください。なんだあれ。キスできて嬉しいって俺男なのに。つーか俺の立場って、やっちゃんカシマが好きなんじゃ。このままだとやっちゃんに嫌われるんじゃ。いやいや、今はカシマ…ダメだ、もうわかん…よかった、思ったより普通。なんか怒られるかと思った。いい機会かもしれない。いいんだろうし。あれ、これ写真折れちゃうんじゃね。ごめん。いや、やっちゃんはカシマが好きなんだよね。は？ごめん、今の話忘れて、マジで忘れて、聞かなかったことにして。赤くっていうか可愛く。付き合ってない、ちょっといろいろあって仕方なくだから。そんなんじゃない。はあ、可愛い。やっちゃんと一緒にいると癒されるな。